はい、今回はタイポーさんですね、買っています。本当の名前はアイフラッシュドライブ HD というんですね。こちらですね、商品です。あ、反対か、こちらの商品になります。紹介です。iPhone ですね、iPhone5S6 Plus、iPod Touch、最近のライトニング接続用の外付け HD ですね、 HD USB フラッシュドライブです。今回 16GB ものを手に入れてみました。こちらですね、はい。で、中身はこんな感じになっていまして、後ろはこうでライトニングと USB になっています、それぞれ。はい、で、ハイダー仕様になっていまして、ここのですね、押して上に上げると USB で元に戻って、で下に下ろすとライトニングというふうになっています。で、今回 iPhone6 Plus ですねを使用しますけど、こちらに挿すと、オフになってたんですけど、専用アプリですね、ちょっと色が薄くなりましたけれど、でこちらの専用アプリで、ですね、データのバックアップをすることが可能になります。連絡先であったり、写真やデータですね、動画だったりすることができます。でついでなんでちょっと説明しておくと、これのフォトライブラリーですねのバックアップをすることができます。カメラロール、ちょっと3786件もあるので遅いのかもしれないですけれども、ちょっと若干反応が遅いです。でもう一つ、気になるところが、例えばこの写真見たいなというふうに押した時ですね、います。で戻るを押した時ですね、さっき の一覧に戻るのかなと思ったら、ちょっと待ってください、押すとまだカメラロールが戻ってしまうみたいなことがありまして、ちょっとここら辺挙動がおかしいかなというところですけど、そのことさえ分かっていれば基本的には問題ないです。あとこのバックアップ取るときですね、例えば、カメラロールを選んで、で例えば僕の場合はビデオなんかをバックアップ取るんですけど、ビデオを編集をして、選択します。例えば1個2個でもいいので選択して、3つの選択します。で、全ても選べますし、コピーも選べる、ゴミ箱も選べるんですけど、でコピーを押して、この保存先ですね、今 iStick アプリと iStick って言ってます。でこれ、言葉通りなんですけど、 iStick はこちらのスティックですね、 USB スティックの方にデータを移動させます。で iStick アプリはあくまでアプリですね、このアプリケーション、 iPhone の中のアプリケーションをコピーするんで、ちょっとこれ間違うとダメかなということですね。でアプリケーションも保存するので、結局アプリケーションも保存したデータが二重になったりするので、そこら辺あまり意味がないかな、データが減るわけではないのでね、なので iStick に保存するとこのままコピーが開始されます。するとで、どこに保存しますか、今ストレージに特にホルダーとかないので、ここに押すとでコピーが始まります。でここら辺がさーっと終わっていきます。はい、ザクッとアプリケーションの流れはこんな感じです。この辺で一緒で、連絡先とか iPhone 自体のバックアップが取れたりします。はい、以上ですね。今回紹介したのはタイポーさんから出ています、はい、フラッシュドライブ HD ですね、iPhone5S、6 Plus、iPad、iPod Touch のライトニング接続用外付けドライブ、ストレージ USB フラッシュドライブですね。はい、でした。こんな感じですね。